はようございます。今日はモスの長襦袢に中が T シャツでございます。下は、まだ捨ててこだけです。で、後ろこうなっております。まあ、ここ縫い付けとくと長襦袢はこの1本の紐でだいたい済むよっていう話ですね。で、ここからここ縫い付けてるので、ここら辺は縫い付けてないので、ここら辺を軽く引っ張ると襟が抜きやすいので、そんな感じで着ております。はい。襦袢着て、こうね、合わせて、で、ちょっと襟が上がってると思うんで、最後にここを引っ張ると襟がしっかり下に落ち着きます。はい。で、落ち着いたら一回ここをこうやって少し開けておきます。ここね、あんまり締めると苦しくなるのでね。はい。で、今日は、昨日を、京都に行ってたんですよ、日帰りで。ヤギッチの、付き添いで、ゆうこさんと私が一緒に行ったんですけれども。で、前、ありさんが来た時にね、私が着物オフさんで、紬の反物を買って、それを洗えるように、一重で簡単、簡単に家で洗える、紬が1枚だけあってもいいかなと思って、富士工房さんにお願いしてたんですけど、出来上がってきておりましたので、急いで作ってくれたのよね。ありがとうございます。こちらです。こうなったよ、アリさん。はいね、ツヤツヤした私の好きな軽い、モコモコしてない紬の方ですね。割にさっぱり切れる紬です。で、私は洗えるようにしてくださいという指示だけをしたんですね。なので水を通していただいて、洗える普通の糸、ポリ糸で、絹糸じゃない糸で縫っていただいたんですね。こんな感じです。で、どんな風に仕立て上がってくるのかなって思ってたんですけど、まあ一重で意識当てなしなんですけど、まあここちゃんと袋に縫われてて、こっちもミシンかかってて、こっちもミシンかかっててっていう感じで、しっかりとした一重仕立てになっております。で、片当てはなしで、ここに力がついてるっていう、本当に軽い仕上がりに仕立ててくださっております。で、こちらは富士工房さんに、まあそういう風に仕立ててくれと私がお願いしたので、そういう風に仕立てていただきました。多分ね、なんだろう、手縫い、祭り縫いみたいな、クケのとこ以外はミシンでペッて縫ってくださってる感じで、でもともとそんなに広幅の生地ではないので、私が作るとね、ちょうどいい感じで、こんぐらいしか生地が余らないので、いい感じですね。はい。で、こちらを着ますね、今日は。はい。もうね、正確に言えばね、11月も中頃になってきておりますので、一重のシーズンではないと言ってしまえばそれまでなんですけど、そんなことはどうでもいいですね。はい、着たいので着ますね。はい。ね、お茶席とかじゃないんでね。しかも今ね、ちょっと今日ちょっと石川県あったかくなって、で家の床暖が効きすぎて、結構家の中がほっかほかなんですよね。ちょっと本当に一重がいいわっていう感じでございます。家のね、暖房システムにもよりますよね。床暖はね、一回温まるまでに時間がかかるんですけど、冷めるのにも時間がかかるんで、急にあったかくなる日が来ると、あれ、暑っていう感じになっちゃうんですよね。まあいいんですけどね。はい、これですね。こちらのお仕立てなんですけど、おいくら万円かかったかと言いますと、富士工房さんに、送りました生地が3000円ほどでしたね。で、そちらで水通しをしていただきました反物ね、1600円でした。で、紬の、浴衣仕立てというお仕立て方に表記されておりますね。そちらが15,000円で、仕立て代、水通し代で税込み18,260円ということでした。はい。
どう思いますか。はい、そこからは皆様の、感想はもう皆様次第ですね。ただね、紬はね、擦れて裂けた時にパリンと裂けるのを知ってるのでね、一重仕立てにするのを非常に私は抵抗がいつもあったんですけれどもね、今回はもう最初に反物で出会って、一度その紬を家で洗うように一個持っていたら、ちょっとなんかスキッと着たい時とかいいかなとかいろいろ思ったりとかしてお願いしてみた次第でございます。でも多分パリンと裂けたとしても、ちょっと揚げとかもあるので、揚げが結構取ってあってくれてるので、それを下ろせれるんじゃないかなと思ってるんです。なんでそうすると仕立て直しみたいな感じで済むのかなとも思ったり、ただまあミシン仕立てなんで、ガロンテープっていう手もあるしね。でもガロンテープは洗えんのよね、あれ絹だからね。チロリンテープでも貼ってもいいけどね。まあそれかね、そんなにこれ着て歩くなっていうことかな。はい、まあとりあえずね、緑が本当にお好きな人なので、これで赤い島の紬、青い島の紬、緑の島の紬と3色揃いました。3色揃ったねってマネージャーに言われて、せやなっていう感じでしたね。それがね、全部見事に島だというね。でね、私がね、感覚的にそのふわふわっとした、あんまり私熱すぎる、あったかいっていうような有機の紬よりも、このつるっとした紬の方が滑りが良くて、まあ、汚れがつきにくくて、というかね、毛がつきにくくて好きなんですけれども、まあ、それが、まあ青い紬もね、結構な光沢感があるじゃないですか。で、青い紬はもうね、着物になって私のとこに来てるので、どういうところでおられてるとか、どういうものだったかっていうのが全くわからない状態だったんですけれども、この子は小紙というか、まあ、シールが貼ってあって、私はね、紬ってとこしか見えてなかったんですけどね、ちゃんとシールが貼られてるところをよくよく見たら、西陣って書いてあって、でそれを加藤さんが説明してくれたんですけどね、加藤さんって富士工房さんの加藤さんですよ。加藤さんが説明してくださったんですけどね、西陣織の機械で織った紬だという判明ということでした、説明的には。で、西陣織の機械で織った紬っていうのは、こういう光ってこう光沢感が出るんだって。なんかやっぱ機械によって違うんだって、生地がどうこうっていうのもあるのかもしれないけど、あ、それなんだろうね、遠州木綿の人がさ、機械が変わると折れなくなるって言ってたのはそこなんだろうなと思うんですけどね。はい、今日は博多の一重です。襟に合わせてね、ちょっとこん水ピンクこちらにしました。で、帯締めが緑にしたかったんですけど、こちらのちょっとお抹茶色にします。はい、そう、西陣の機械で織るとこういう光ってる紬になるんだってさ、知らんかったって思いながら、じゃあ私の青い子もそうなんだわと思いながら見てたんですけどね。
確かに、私よく行く着物オフさんは京都で仕入れてる時が多いんで、仕入れてるのが京都だったらそうなんだろうなと思ったりとかしましたね。地元の人のだけじゃリサイクルの大きいお店って賄えないんでね。なんかそういう位置でもあるんですかね、骨董品のね。骨董商の方の仕事は私はね、あんまりよくはわからないんですけどね。仕入れとかもちゃんとあるみたいですからね。個人的に言ってくる方だけじゃなくてね、そういう市場があるそうなので、多分そうなのかなと思ったりとかして聞いてました。まあどっちにしろそういうふうなことを考えることが結構楽しいので、楽しかったですねあ、私のあの子もそうやって私の元に来たのかなと思ったり、そういうことをこう、着物、リサイクルの着物がね、自分の手元に来るまでの、なんだろう、どうやって旅してここに来たんだろうっていうのをね、考えるのはすごくロマンチックで好きなんですよね。そういうことを想像したり、妄想したり、推理を立てたりは楽しいですね着物の好きっていろいろありますけどね、まあ、もちろん新品もねいいなと思いますけどね。ちょっとその私はね、新品ほとんど木綿しかあつらえないんですけれども、まあ、唯一あれですね、喪服をあつらえたりとかしてましたけどね、足りないものですね、黒留め袖とかもね、40の時に作りましたけどね。まあ、着物で、冠婚葬祭、あと生活が全部できるものは揃っとるという感じです。私のはあのクローゼットの中に、はい、今日はこんな感じです。人への紡ぎなので、ここら辺がまあまあ本当にスキッと切れますね。で、あんまりなんだろう、下が見えないと思いますけど、クッと切れますね。本当に裾絞まりで綺麗に一番スタイルよく切れるんじゃないかなと思いますね。薄手の木綿とか、あの薄い、こういう薄い素材の軽くて薄い証券の紡ぎとか、本当にスキッと切れると思います。はい、今日は、こちらの、はい、緑の病がもう深いですね。はい、リサイクルショップで反物を買って、富士工房さんでお願いして作りました、人への紡ぎでございます。こんな感じですね。ちょっとここに濃い線が入ったり、こっちが地味めで、ここに入ってるんですね、実はこっちに入ってたり。なかなか同じ島でも、これは追っかけになってるのかな、うん、同じ島でもね、とっても味がありますね。はい。そしてゆうこさんの、いただきました手ぬぐい入りですね。猫ちゃんですね。はい。ゆうこさん、昨日はありがとうございました。お世話になりました。そしてペラ帯でございます。こちらピンクと紺色です。この襟と合うんですよね。でこう緑なのでね、もう全然こっちの色とこっちの色と合わせたって感じですね。で帯締めを着物に合わせました。で足袋は、こちらもゆうこさんから昨日いただきました、紺色のお花の足袋、ちょっとかっこいいめのお花の足袋かな、こんな感じですね。
見えてなかったね。ちょっとかっこいい目のお花の旅です。はい、で鼻がかゆい。かんざしはかんざしじゃなくて今日は、パチン止めです。緑がいっぱいこれはね、みさちゃんがね作ってくれた、手作りで作ってくれたムーミンの緑色パッチン止めでございます。ありがとうございます。みんなからいただいたもの、作っていただいたもの尽くしになっておりますね。富士工房さんに作ってもらったり、作ってもらった人やらいただいた人やらの顔が浮かぶコーディネートでございます。今日はこんな感じでございます。はい、ですね、ちょっと色をしっかり見せたいので露出を直しましたけど、これで、うん、わかるかな、これが正しいかな。結構こんな明るい目の、明るい目の緑ですね。で、これ富士工房さんにも言ってたんだけどね、あ、見えてるね、この水色。着物の縞ってさ、隠し差し色でね、水色と黄色を上手に使ってるんですよ。水色、黄色、黒っていうこの3色すごく上手に使ってるんですけれども、この水色が私すごく好きで、ここに反応しちゃうんですよね。で、ですね、これが、今回リサイクルショップで買った反物で作ったんですけれども、前から来てました、こちらも富士工房さんに直してもらいました紬ですね、青紬ですね。うちも光沢感があります。多分ね、この人を着込んだらこの人になるねっていう感じの、うん、なんだろう、めちゃめちゃ似てますね。めちゃめちゃ似てる。多分同じ種類だと思う。こちらはね、胴抜き仕立てで、なんで多分これはもう胴抜き仕立てがいける生地なんだろうなと思うんですけれどもね。はい、仕立ててもらっております。お仕立ての仕方いろいろ違って、こちらは胴抜き仕立ての方は私は家では洗わんようにしております。はい、まあ人それぞれなんですけどね。何でも洗っちゃうよっていう方もいますし、洗いませんっていう方もいますし、いろいろですね。はい、でこちらのね、お召しを着ていったんです昨日。ここに金糸が入ってるんですよね。これもね、最初ね、ほんともっとガッサガサしてたんですよ。で、ポリエステルかよっていうぐらいガッサガサしてたんですけどね、こちらはお召しでしたね。で、こちら裏が麻雀柄ですね。で、こちらのお召しの着物は、すごい長い中振りで売られておりました、リサイクルのね。仕立て方から見れば、考えるところに、多分大正時代から昭和の初めの頃ですね。で、贅沢禁止令が出る前のものだと間違いなく思いますね。なのでかなり古い着物だったんですけど、綺麗な状態で残っていたので洗い張りして、結構前から持ってたんですよ。息子が中学の時にはもう持ってましたね。京都にこの着物を着て一緒に旅行にした記憶があるんでね。それも日帰りだったんですけどね日帰り強行で2人でちょっと法隆寺行こうぜって言って、で帰ってきたんですけど、その時着てたのがこっちの着物だったんですけれども、ちょっとね、身幅が狭いなっていうのとね、衝撃的な感じでね、このバチ襟だったんですよ、この人最初。で、ここにね、バキンってこう折りじわがね、もうどうにもならない折りじわが残ってて、それがすごい気になっていて、で、まあちょっと丈も短いっていうので、この着物はすごく気に入っているんだけど、ものすごくまあ生地的にも着にくくなっているのでっていうので、富士工房さんにお直しを本気でお願いしたんですよね。これは私にとってはおしゃれ着でございます。普段に着るものじゃないです。おしゃれしたいっていう時に着る着物でございます。着物の入り点としてはね、洋服もさ、おしゃれしたい時に着たいっていう洋服ってあるじゃない。でも来年着れないじゃん。おしゃれじゃなくなるから。時代がね、変わってくるから、来年着るってなるとまたちょっと違ってくる話になってきます。着物っていうのはね、その
ここぞっていう一枚はね、もう本当にね、その人のね、回数、遊びに行く回数だと思うんですけど、本当1着2着で十分な話でございましてですね、まあ、私としてはね、もうこの子は本当にあのリサイクルで出会ったのですが、あのお金をかけて直したい、本当に自分のサイズにしておあつらいのように自分のものにしたい着物だったんですね。この柄がないじゃん今っていう、こんなこれなんかね、あのこの時代にしかないようなこの色合いがね、私やっぱりこの好きなんですよね特にこう、うん、おしゃれしたいって時に身にまといたくなるのはアンティークの着物の方なんですね。アンティークの着物がすごく好きなんですよね。大正時代とかの着方も好きですしね、襟もね、今これピタッと決まってますよ。でも動いてたらここグタグタしてきますよ。ここシワになったりとか、それをこうやってね、ここにね手入れてね、こうやってグッて直しながらね生活をするんですよそんな一日中パシッとは決まってないですよ、動くんでね。でそしてピシッてなってたら痛いんでね、そんな風な着方したくないんですよ私は。なのであの動画、ね、今撮ってる時はね、今何も喋っとるだけなんで、これは綺麗に決まってますけど、動くとグダグダになりますよ私も。なで手を上げれば、こっちの手を上げればここが上がりますし、肩を上げればこっち側がグッと上がってきます。それをここでね直す、そのためにね、このね、便利なおはしょりっていうのがついてるんでね、ここら辺を直して生活するっていうのが所作でございますね。それが、も含めて私は好きです、着物は。ガシッとした着方は、あんまり私は得意じゃなくてですね。なので、こう、襟元は常に意識はしてますね。でもね、横掛けカバンとかして、あと羽織とか羽織って、私はねプラスチックの襟芯しないので、結構前にグワーってなってもくったくたになる時とかもあるんですけど、もうそれはそれでもういいやって諦めてますでですね、着物の歴史というか、着物がどうやって年を取っていくんだろうっていうのをリサイクルの着物を見てると感じることってあると思うんですけれども、私の場合ね、親からいただいた着物っていうのはなくてですね、ほとんど、まあないに等しいんですけれども、リサイクルショップで出会った着物たちが私にとっては大事な、着物たちなんですけれども、最初からずっとそうやってきたんですけれども、その中でも一番まあお世話になったのはウールの一重ですね。冬場からのスタートだったんで、私は最初冬だけ着物生活だったんですね。夏場は洋服を着ておりました。売ってないからね、リサイクルでほとんどで、浴衣着たいわけじゃなかったんで、そんな感じで冬場だけ最初そういう風に着物を着ておりました。まあ防寒着として着てたっていうのもあるんですけどね。だってそのうち着物を全然着れない時期が少しありまして、まあ店を持った時ですね。でその後にやっと着物をまた着れるよってなった時でも、月に1回の午後だけとか、そういう感じの時期もあったんですね。でその時はもうお店も出していたので、お店出す前は本当に倹約節約を楽しくしていたんですね。で、お店を出して、そうですね、365日ほとんど働いてるんじゃないか。8時間とかじゃないからね、言っとくけど、自分たちの仕事なんで、8時間労働でどんのこうのとかの世界じゃないからね、ずっと仕事みたいなもんなんですけど、こんだけ仕事してて、もう家と店との往復をずっと繰り返していると、さすがに、もうなんか買いたいわ、みたいになってきて。で、その時に、本当に自分が好きな憧れてたアンティークの着物っていうのに手を出したんですよね。もちろん証券だし自分で洗えんし、買ったら買ったでクリーニング代もかかるし、今までのウールとは違う感じになるなっていうのはもちろん分かっていたんですけれども、
ものすごく気分転換したかったんですね、気軽に。で、なんだろう、可愛い服を買ってみてちょっと違うんですよね。やっぱね、もうコテコテのアンティークの着物着たいなってやっぱ思ったんですよね。それでアンティークの着物を何着か買った、名線とかも買ったり、憧れのね、した時期が30代の、中頃になる、ちょっと前だったかな、それぐらいにそういう時期があったんですね。でその時に買った着物たちはそのまま使ってました、リサイクルショップから来て洗わずにずっとそのまま着てました。そして、どの子もやはりアンティーク、そして柄から選んだっていうのもあったので、サイズ問題を抱えてたんですよね。身幅が狭いとか、ちょっと丈が短いって、でしかも正剣で柔らかいので、おはしょりが短かったら本当にね動きれなかったりとかして、なんでね、本当映画を見に行く時だけ着たりとかしてたんですよね。それでも十分楽しかったんですよ。で自分が45ですねなって、まあその子たちとも10年以上付き合ってて、もうこの名線は着れないなとか、もうこの身幅は本当に着づらくて我慢できないなっていう時期になってきたんですよね。若い時って鈍感で、サイズが違ってもちょっと気持ち悪くてもあんま気にならないんですよね。着るのが楽しくって、そっちの方が大事なので。でもどんどんね、こう肌が敏感になってきまして、やっぱりサイズが違うのを着るとすごくストレスになって、気持ちがそこまで上がらなくなってきたんですよね。でその時に、じゃあ自分は普段木綿の着物着てます、ウールの着物着てます、綿麻の着物とかね、紬とかも持ってるんですけれども、夏は、浴衣がありますよね。華やかな浴衣を気分転換に着るとすごく華やかな気持ちになるんですけど、でもやっぱ冬はね、もう一度味わってしまうとコテコテのアンティークコーデがね、したくなる時期があるんですよね。したくなることありますよね。でそれで、もう着ぬものを新しく揃えるっていうよりも、もともとあった、本当にね、その頃はね、時間をかけて探したんですよね。私は本当メルカリとかもない時代だったので、地元のリサイクルショップに行ったり来たり、毎週通ってたんです。毎週通って散々悩んで、焼けとかもないの確認して、本当に集中してみて、それでやっとで選んだものなので、もうその集中力は今ないのでまた同じものを探せるかっていうとちょっと難しいんですよね。でそういうのもあって、自分のサイズにお直ししたのがこの子ですね。なのでこの子は本当に着るだけで気持ちが上がる、もう大好き。ちょっとね、なんかかっちょいい感じのアンティーク感がたまらなく好きなんですね。で、それと思い出の品のこちらの大島と判明しましたけどね、紬だと思ってたんですけど、こういう、なんだろう、パキッとしたね、赤と黒のね、格子の着物ってかっこいいなと思ってたんですけど、こういうのあったらいいなって思ってたんですけど、時代劇とかでね、よく男の人が羽織とかにしてますよね、よく考えたら。で、この子を全身にするのは、ちょっともう年齢的にきついなって思って、この人ね、ちょっと半幅帯も全然似合わないっていうのもあって、で、いろいろ考えて、この人は、もともとそんなに雨に濡れても弱くなかったし、と思って、羽織にしたんですね。うん。もう速攻ここに染み付けてますね。後で、つまみ洗いをします。はい。で、こちらの、子は、羽織にしてから、今シーズン初めてなんですけれども、ヘビロテでございます。で、着物を羽織にすると、羽織ってね、この襟が
物よりブーンって長いので、どうしても襟の真ん中とかで継がなきゃいけないんですよね。この子ももちろん継いでおります。で、私は、基本的には羽織っていうのはリサイクルで賄っていた、いるんですけれども、私の好きな羽織でもこの子もあるんですけど、この子も袖が、今の袖ですね、袖の振りがね、今の袖の振りなのに長羽織っていうのがあるんですよね。リサイクルの中でこういうのがたまにあるんです。で、そういうのを狙って私は買ってたんですよ。中振りじゃないやつでっていうので買ってたんですけど、で、この子もよく見ると襟が継がれてるんですよね。なので、で、多分、中振りで作った、お召しとか小紋とかっていう着物を、袖を短くしてちょっと大人になっても着てて、最終的に派手になったから羽織にするっていう時に、こうちょっと長羽織の時代だったんだろうなって思うんですね。中振りでもうな、あのこのなんていうのかな、リサイクルでアンティーク感がめっちゃあって、本来ならこれ中振りだよねっていうやつでも振りが短くって、それで長羽織の時代のものっていうのがたまにあるんですけど、多分そうやって、作り変えられた羽織なのではないかなと思いますね。昨日富士工房さんにお願いした古紋のアンティークの着物なんですけど、そちらも振りの中にめちゃめちゃ生地が隠れていたんです。で、それは、もう振りが短くなった着物だったんですけど、着物の中にめちゃめちゃ生地が入ってるって、あの加藤さんがおっしゃってくれてたんですけども、一回直されてる着物だったんですね。要するに中振りで娘時代に一長羅として小紋の着物を作ってもらいました。それをちょっと大人になって袖を短くして、でも昔の人だからね、もったいないからね、ここね、あの擦れたりとかしたら何かに使えるかなと思ったんでしょうね。折り込んで仕立て直してて、裏を見たらやっぱりね、仕立て直した感じが残ってたんですよね。やっぱ着物は何も言わなくてもよく見ると、あ、そうなんだねと思って、私も気づかなくって、なんかね、後ろとかね、手縫いの跡とかが雑にあるところがあって、この子はなんか直された跡あるなと思ったけど、どういう経緯なんだろうと思ってたんですけど、そういう途中段階だったんですよね。で、最終的に袖を短くした後、この子みたいに羽織になっていくんだなっていうのが、今のその富士工房さんにお願いした顧問なんですけれどもね、結局私も昔の人と同じ道をたどることをしてるんだなっていうのを感じましたね。それがちょっと嬉しかったですね。なんか着物を直して、まあ、着物として最後まで着て、ちょっと派手になったら羽織に変えるという考えが一つというやつですね。多分昔の方は本当に物が高く、物がない時代だったので、絹の物っていうのは本当にね、大事にされてたんだと思います。で、それをね、飽きたからどうのっていう感じじゃなかったんだと思うんですよね。最終的にそのね、羽織にして着てたんだと思うんですよね。その今はね、素材感がうんぬんかんぬんでね、絹の羽織だったら絹のどうのこうのとかなんかいろいろありますけどね、昔はあれですよ、羽織で隠すみたいな感じがありましたからね。だからもう、まあ何着てても羽織いいの着てたらちょっと良くなるって見えるねみたいなね、そんな感じで羽織は最後までいいもので可愛いものを使い切ってたんだろうなと思いますね。そのこう着物の歴史を感じながら、富士工房さんに今回お願いしたのも、やはり私は羽織をお願いいたしました。はい、羽織にするようにお願いいたしました。直し代は今回は
多分ハウラがこの大島の子よりも3倍するハウラをお願いしてしまいましたので、かなり高いと思います。はい。だけどやっぱ大島と違って本当に柔らかい絹なんですね。日本の絹ですね、うん、でそれに合うこのふっくらとしたハウラというのがやはり、安い生地では見つけれなかったという納得ができなかったという感じですね。でまあ香り一生ものなので私の中ではね、なのでいいなと思って、どうしてもあんまり着ないけどたまに多頭市から覗いてみて癒される着物がその子だったので、どうしてもね羽織りたいなっていうのがあったので、諦めれなくてお願いした着物でございます。と言ってもね全部がそうじゃないんですよ。もうこの子手放そうっていう子ももちろんいます。中には本当にどうしても手放せない愛おしい子がいたりするんで、そういう子は藤子坊さんに特別にお願いして特別出費をするんですね。本当にだから多分そこが一番私お金かかったのかもしれないなと思うんですけどね、はっきり言ってね。うん、いろんな贅沢の仕方があると思います。新品をバキッと買ってパッと綺麗なものを仕立てるっていうのもあれば、私みたいにそのもう昔から若い時から着物が好きでリサイクルショップの着物に本当に愛着を持って生活をしていて、ある程度年齢来たらこの子とこのままの形じゃ付き合えないなって時に着物として残したらそのねまた洗うっていうことがなかなか厳しい生地だったっていうのもあって、加工を汚れない加工をしていただいて、羽織に変えてもらうことにお願いしたんですね。羽織だったら、シミ抜き程度で済むからっていう話になって、要は洗えないくなったぐらい柔らかくなってしまった着物の最後ですね。はい。どこまでお金をかけるかはその方次第なんですけれども、私はあの子と離れれなかったっていう感じです。はい。これは全員にはおすすめしません。このやり方ははっきり言って何にも考えんでわーっていっぱい買ってる方も結構いらっしゃるっていうのも知ってるからなんですね。安いしいいわって言ってバーって買って、で洗うのも高いしって言ってた、汚くなったらこの人は素材行きにしてとか潰して洋服にリメイクしてっていう方ももちろんおいでです。それを否定するわけではないんですけれども、私洋服にリメイクしてもね着物ばっかり着とるしねみたいな感じでそれもあるし、羽織として着たいっていう気持ちがあったので、そういう形を取らせていただきました。で全部が全部そういうふうにはなっていかないんですけどね、多分今回持っていった子で、最後かな。もう一人いるんですけどね、もう一人は羽織にもするにもちょっとねあれなんですよね、ピンクなんでね無理です。だからねそれはちょっと本当にどうしようかなっていうのももう一個いるんですけどね。着物としてならローズピンクなんで着やすいんですけれども、羽織でローズピンクはちょっとなっていうのがあるんで、だけど洗うことは多分ちょっと難しいんじゃないかな、パリパリ言ってるしなっていうのは、昔の本当に日本の絹、加藤さんに教えてもらいましたけどね、日本の絹は柔らかいんですよっていう、その強さはないんですよっていう話ですね。でもその独特のテロッとした感じがめちゃめちゃ好きなんですけどね。なんでねもう一個あるのはどうしようかなというのは悩みです。うん、考えんでおこう今は。そんな感じでございます。はい。で今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。長々すいません。ですね、言っておりましたこちらですね、ここにね、西陣って書いてあるんですよね。
西陣マークがついてたんですよね。西陣の機械で織られた長剣紬でございました。はい、そんな感じです。昨日は弾丸ツアーでしたけれども、本当に、藤子お坊さん、奥さんありがとうございました。長々とあの藤子お坊さんの、お店におられたね、あの店員の皆、あの社員の方とかね、あと生徒さんとかもね、大変お騒がせいたしました。ありがとうございました。あとあのたまたま私の YouTube 見てて、顔を出してくださった方ありがとうございますあとはですね、あの、楽しかったですね。本当にあの3人で会うのは2回目なのかな、2回目だね。3人でチラッと最初に集まるっていうのがね、なかなかあの面白い方ですよ。はい、ヤギッチがね、あの女物の着物を男物に仕立て直すというのがね、どんな風に仕上がってくるのか非常に楽しみですね。彼の着物はもういらないみたいな感じになってますけどねそれも楽しみだなと思って見てますけどな。あと優子さんのね、道行きどうなるのかな、楽しみですね。甘かっぱもどうなるのかな、楽しみですね。そこら辺もね、あの楽しみに待ってようかなと思っております。お誘いありがとうございます。楽しかったでございます。で、ですね、私が、着物を着るときに、たまに名古屋帯を締めております。名古屋帯を締めるときに、結ばない名古屋帯と折ってやる名古屋帯とやっているんですけれども、折ってやる方ですね、何を見て私が勉強したかと言いますとね、こちらの本ですね。はい、くるりさんから出ております、着付けと帯結び。この本が私は一番名古屋帯と二重太鼓が分かりやすい本だったんですよね。 DVD 付きですね。見てない、見たのかな付きパンくっついたままですけどね、 この本をいつも見ております。で、この本はとてもあの細かく紐の位置とか、なんていうのかな、紐真ん中の結び目はずらすんだよとかね、あの細かく書いてくださっております。なのでこの本を買って、私はいろんな本買ってたんですけど、この本買って紐の扱い方が非常に丁寧になった本でございます。はい、もし、動画だけだとちょっとな、着づらいなっていう方おられましたら、名古屋帯はねよくする方いらっしゃると思うので、ご参考までに、私の先生がこちらの、いろんな本があるんですけど、この本が一番先生になっております。はい、こんな感じでございます。まあいろんな着付けの本買いましたけどね、まあいろんな、引き抜き結びとかね、いろんな、それはあの本とかね、いろいろあるんですけれども、あの二重太鼓とお太鼓に関してはこちらの本を参考にしてて、あと帯の結び方、ここは辛いからねこっちにずらそうねとかっていうのも、この本を読んで、ああなるほどなっていうので、再度、自分の帯のあの紐のね結ぶ位置っていうのを意識するようになったんですね。それまではいろんなとこで結んでたんですけど、で帯のね、この何ていうのかな、結び目は私こことここにあるんですけど、胸の長襦袢の紐と腰紐のここにあるんですけれどもね、ここが一番あの響かなくて落ち着くっていうのは、あの固定したのもこの本に出会ってからですね。もうなんとなく真ん中で結ぶとシワになるから少しはずらしていたんですけれども、あっちゃこっちゃ言ってたのがこっちにちゃんと収まったっていうのは、そうだ、そのこの本の影響は結構大きいです。私にとって結構な先生でございます。最終段階の先生かな。最初は浴衣の本で覚えてるからそれであのどん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 ね先生が変わっていきまして、今のこの先生が一番最後の先生な感じですね。はい、そんな感じですね。もうこの
この本が出て、まあちょっと経ってから動画、いろんな動画が、着付けの動画も出てきたりとかしてたんでね、私がね、着付けで悩んで、着方で悩んでた頃っていうのは動画がなかったのでね、本ばっかりでございます。アナログ人間でございます。はい、よかったら参考にしてみてください。はい、そんな感じでございます。長々とすいません。今日も良い一日を。